あの、まあ、いわゆる百条委員会のテーマなんですが、これはあの法律を素直に読んだらもうそのまんまやなというところで、あの理事者側と私の認識は大体一致しとんかなというところでありまして、で、先ほどご紹介ありました庁の統括代表権、事務の管理及び執行権、これはまあ独任性にかかる部分かなというふうに思うんですが、でもう一つあの154条ですね、職員の指揮監督権。これ指揮監督権というのは、あの市長が補助機関、まあ、補助機関というか、あの補助機関って何っていうふうに思われる方もいるかもしれないけど、市長以外の方みんな補助機関ですよね。ですからあの職員の皆さんを市長が指揮監督する権利を持って、権限といいますかね、その責任を負っていると、市長はその責任を負っているというところでありまして、この市長の独任性のところをですね、理解しないと、これ別にこの質問はね、市長のことをね、なんか擁護するとかね、市長の立場を守るとかそういうことじゃなくて、ここがはっきりしてないと、この間の百条委員会の議論で全部なんか職員の皆さんが、真面目に働いている職員の皆さんになんか悪いことしたみたいになってしまってるんですよ。市税情報を見たあかん人が見た、それええんかっていうこととかね、あの徴税吏員以外が税情報見てええんかとかね、だって徴税吏員以外の職員がいっぱい税情報見てますやん、保険料の計算、空き家対策、市営住宅の家賃決めるのも市税情報でしょ、その他この前プッシュ型の給付やるっていう補正予算議案ありましたけど、あんな税情報見れなかったらできないですよね。だからもう普通にやってる当たり前のことがなんでそれが違法やという、そんな意見が出るのか全く理解できない議論が百条委員会でずっと展開されてるんですけども、これはあの逆にさっきの答弁でもありましたけどね、これはあの職員の皆さんが市長に、まあ、進言って便利なことですけど、市長に意見することができるかできへんかって言ったら、それはできんことはないんやろうけど、最終的には市長の命令は絶対守らんと地方公務員法違反になるというところですから、で市長が単に命令しとうだけじゃなくて、あの別にそれはあの職務上の話やから、あのそれに応えるのは職員の皆さん当然の話でね、でこの独任性と独裁性を誤解されている方が結構いらっしゃると思うんですけど、市長独任と独裁はちゃうという説明をぜひしていただきたいと思います。あ、泉市長。はい、まあ、改めてのご質問でありますが、まあ、そこはあの率直にあのやっぱりあの国会が報道されてますので、市長も同じような勘違いが日本中蔓延していまして、マスコミも勘違いしています。あの中央は議員内閣制ですけど、地方は大統領制です。まさに独任制なんですね。なので選挙で選ばれた、首長というものがしっかり責任を負う体制なんです。で責任を負うために権限もあると、ある意味一人で責任を負っている状況にあります。でその中で議員ご紹介の通り、地方自治法において明確に規定されておりますので、特に今回の百条委員会に関しても職員は何の問題もなくて、まあ、私自身が政治的な問題ないや道具的な問題を問われるのはまさにそれが責任ですので、それは私としては受け止める立場でありますけど、市役所の職員は真面目にちゃんと職務を全うされておられますので、あらぬ誤解がですね広がることは私は望みませんので、今日の議員のご質問ありがたく思っておりまして、市役所の職員はしっかり仕事をしております、何の問題もないということは市長の方からもお伝え申し上げたいと思います。